東京のとある町にサッカーを愛する一人の男の子がいた。男の子の名は大空翼。まったく、サッカーボールさえあれば機嫌がいいんだからな。ん？おい、翼は？あら、さっきまでそこに。翼！10年後。翼、どこ行ったの？こっち手伝ってちょうだい。お母さん、ちょっと街見てくるね。11歳となった翼は静岡県南葛市にいた。本当に奇跡だったわ。車にはねられた瞬間も、道路に叩きつけられた時も、サッカーボールがクッション代わりになってかすり傷一つなかったんだから。翼はまるでサッカーをやるためだけに生まれてきたのね、あの子は。その少年はサッカーボールと共に育った。11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たす。ブラジルサッカー界のスターロベルト・ホンド、そしてもう一人、天才サッカー少年ゴールキーパー若林源三。この二人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間、そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼。キャプテン翼。もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎君、スーパーグレートゴールキーパー若林源三君。小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼君。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会。予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。翼。対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。さあ、行け翼。我々の大きな夢を乗せ、世界の大空に羽ばたけ翼よ。さあ行こう、みんな。
ヒューガ君、素早く横にかわす。ハンドキック、どこまで運べるか。翼さん、ダイレクトでパス。翼君、ここからチャンスを作れるか。いくぞ、必殺のシュートで絡める。ダイレシュート。北君、このシュートに反応している。やりました、全日本ジュニアユース、ついにドイツから1点を奪いました。やったぞ、みんなこの調子でいくぞ。あ、1点、だがこれは大きな1点だ。彼らの、いや日本のサッカー界の新たなる伝説、その大きな一歩だ。翼、ヒューガ、松山、ソーダ、ジト、立花兄弟、ミスギ、数ヶ月前のことなのに、まるで大昔のような。しかし、それでいて昨日のことのように感じる。忘れられない、あの激闘。全国中学生サッカー大会。今戦っている彼らが、大きく成長したあの大会を。50mダッシュ15本、終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。おら、どうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんなお疲れ様。汗かいたでしょ。みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかしマネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに、今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、なんでだよ。なあ、なんでだよ。もういいじゃない。あいて。おい翼、翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ。ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配してくれたんだ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレイに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ、中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で
翼を連れていかなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん。ああすまない、ちょっと考え事をしていた。それじゃあ今日はこれで失礼する。え、もう？私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからだ。はい。必ず勝てよ翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡り、サッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。うん。ふぅ、ハーフタイムハーフタイムっとは。ふん、お前たちの実力去年と大して変わってないみたいだな。何？お前はヒューガ君。てめえ何しに来やがった。たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ。全国中学生サッカー大会、俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは南葛さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな、覚悟してろよ。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいた者として恥ずかしいぜ。誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな、小学生の時以来じゃねえか。なれなれしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ、俺たち大玉中だ。何？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。ニッタ行くぜ大空翼。この感じは翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼がボールを取られた。
4人がかりとはいえ翼からボールを。それ行った。はい、行け俺のハヤブサシュート。シュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ翼先輩。ああ、そうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃあ、あんたの愛弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃあ学校に帰るぞ。おん、学校に帰るってまさか走って帰るのか。ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。この程度いつも走ってる距離さ、どうってことねえよ。いつも。じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。集合時間があるんでな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時、俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時にヒューガ君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が1、2年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。